桜大戦お台場放送局。皆さんこんばんは、横山千佐です。日本放送からこうして横山千佐ですとおしゃべりするのはなんだかとっても久しぶりですね。私自身、お台場放送局前夜祭っていうのをやりまして、それ以来の登場ですね。ということでちょっぴり緊張していますちょっと桜っぽかった、可愛かった私さて、なんとですね、今晩は花組全員大集合します。大集合しますっていうと、もうこの間わーっといるぞーとかっていう声が聞こえてきそうなものですけれどもね、今のところ誰も喋りそうな雰囲気ではありませんが、まあ、後ほど喉で、歌で、披露してくれるとね思いますのでご期待ください。そんな花組総登場の桜大戦君ちにたもことなかれ、発売1ヶ月とちょっと記念ということで、ゲームに関する皆さんからの質問などにできる限りお答えしていきたいと思っております。今日はおはがきたくさん読みますよ。最後までお楽しみください。セガサターンプレゼンツ桜大戦お台場放送局。この番組はセガエンタープライゼスマーベラスエンターテイメントがお送りします。大神さん、また会えましたね。桜大戦 2CD シングル劇帝国歌劇団会アルバム桜大戦2歌謡全集絶賛発売中。お店に出撃。あら、舐めまして、こんばんは、横山千佐ですこういうことがやれるっていいよね。なんか桜だと絶対ダメだからね、怒られちゃうからね。さあ早速ですね、おはがきたくさん紹介して、紹介していきたいと思います。本当たくさんいただいてどうもありがとうございます。まずは大阪府ペンネームあいうえおくんからいただきました。桜大戦2とっても面白そうですね。でも僕は前作の桜大戦をしていないのですが、こんな僕でも桜大戦2ができるでしょうか。それではこれからの放送楽しみにしていますので頑張ってくださいということですが、あいうえおくん、まあ順番はね、あの1から順番にやった方がそれはそれなりの楽しみ方があるよということで2を作っているので、そういうものだとは思いますけど、でもね、あの2でも最初にこう米田さんに、おめえあの思いのあるこう誰かいるのかって聞かれますので、その時に今までほらやったことはないけれども雑誌でビジュアルで見て、あこの子がいいな、僕ちょっとアイリスが好きロリロリみたいな人とか、ちょっとたくましいカンナさんの胸の出泣いてみたいぜって思っている男の子とか、まあいろいろ選べますので、そういうスタートの仕方ができますので2からでも十分楽しめます。でもぜひ1もやってほしいなと思うのが私の正直な気持ちです。では次のおはがき、大阪府ペンネーム2人は桜色くんからいただきました。さくらさん、お友達のちささん、はじめまして、こんばんは。こんばんは、さくらです。あ、さくらさんはよく声を出してくれるんですね、あの今日このスタジオの中でね。あ、ところで花組の人本当に今日は無口ですね、おとなしい感じですね。おはがきです。祝番組スタート&お台場での放送復活おめでとうございます。ありがとう。前の定劇通信局の時は聞くだけリスナーだったので、これから毎週はがき出しますね。ありがとうね。僕は1日前に買ってプレイしたんですけれど、とりあえず1回目クリアしました。1日前でもうクリアしたんだ、すごいね。さくらさんにはお風呂を覗いたりして嫌われたりもしましたが、最終的にはハッピーエンドを迎えることができました。やっぱり花組の中ではさくらさんが一番好きです。性格明るいし可愛いし笑顔なんて最高です。もちろんちささんもさくらさんと同じくらい好きですよ。そんじゃちささんはミュージカルを、さくらさんは帝都の平和と人々の幸せのために頑張ってください。複雑な気持ちですがきっと好きと言ってくれているんですねどうもありがとうございます。ペンネーム2人は桜色っていうことですけれどもね、このあの合体技の時にね、2人は桜色っていうんですが、これがお気に入りの方がもう大変多いようで、次のおはがきなんかもそうなんですけれども紹介しましょう。岐阜県のラジオネーム
ーム丸之助くんからいただきました。桜大戦2、21時間かかってやっと1回目クリアしました。あらおめでとう。前作と同様むちゃくちゃセリフが恥ずかしい、特に大神と桜の合体攻撃の時。でもそのセリフを思わず口にしてしまう自分がもっともっと恥ずかしいです。本編も最高のシナリオ、最高のグラフィック、最高の音楽で、感動なしではプレイできない最高のゲームだ。これから2回目をやってアイリスをゲットしようと思います、っていうことですね。私でも2人は桜色っていう桜の合体攻撃よりもアイリスの合体技の方がもっともっとなんかこう、マニアックな感じですね。お楽しみいただけるんじゃないかなと思っていますよ。ねえ、もう何回でも楽しめますから。それこそ花組全員分、あ、そして星組ですね、新しく加わりましたレニと織姫も頑張って口説き落としてくださいということです。次のおはがき、愛知県のペンネームメッツくんからいただきました。ありがとう。私は特にレニの必殺技が気に入っています。冷徹でかっこいい響きの声がとてもいいです。あとカンナの仲間がいるなら別れを言いなっていうセリフがとても好きです、ということです。カンナさん、カンナさんにぜひこのセリフを言っていただきたいね。せっかく褒めてくださって好きなんですって、だから言ってあげてほしいんですけれども。何何、あ、今腹が減っているからセリフを喋るどころではない、あ、というカンナさんが私の耳元でこそっと今支えてくださいました。ごめんなさいね。カンナさんの生ボイスは今お聞かせできないということでした。もう一枚紹介しましょうか。女の子からいただきましたよ。岐阜県のラジオネーム木の江ちゃんです。ありがとう。桜2に登場する香山さん、私は私にしか通じない別名をつけてしまいました。その名も謎の銀融詩人香山。謎でも何でもないのに初登場があまりにも怪しすぎたので私はそういう名前をつけました。で今は2回目をやっています、ということですね。もう2回目に取り掛かってくださっている方本当に多いんですね。頑張ってくださいね。1回目は誰とハッピーエンドになったんでしょうか。最後気になります。香山さんの声を当てているのは、小安武人さんですけれどもね、小安さんが、キサちゃん桜大戦っていうのは大変なゲームだねってあるスタジオで話しかけてきたことがあるんですね。なんでですか、大変でしたって言ったら、あ、演出が細かいですからねなんて私が言ったらね、演出っていうか、もう香山っていうのは言っちゃってるキャラだからアドリブで好きに喋っていいですって言われるんだよ。アドリブなんだけど、アドリブを出すほどまだ自分のものにその香山っていうキャラクターをしてないからね、困っちゃうんだよなんていう話をされてましたが、後で出来上がりきたり自分のものにしてないも何もなんかもう最初からすごくぴったりハマり役で、小屋さん以外誰がやるんじゃっていうぐらい印象的なキャラに出来上がっていましたけれどもね。はい、皆さん本当にたくさんのおはがきどうもありがとうございました。今日はおはがきをたくさん紹介してみました。CM の後はですけれども番組大好評の少年レッド総集編をお送りしたいと思います。1話から3話までを今のところ放送してきたんですけれども聞き逃してしまったという方よかったですね。今日は保存版です。ぜひカセットを録音したいという方もいらっしゃるかと思いますが、今すぐ準備をしてください。でカセット準備の間ですね、さっきから先ほどからずっとスタジオで黙っていたこの方たちに歌を歌ってもらいましょうね。カナさんもうご飯は終わられたんですか。あ、うんうんとうなずいています。もう歌ってもらえると思いますので、この曲を聴いてください。先月29日マーベラスエンターテインメントより発売されました CD アルバム桜大戦2火曜全集の中から帝国歌劇団花組で夢の続き。
セガサターンしよう。セガタ三四郎役の藤岡弘です。今日はスペシャルゲストをお招きしています。桜大戦2の新宮寺桜です。よろしくお願いします。こんにちは桜さん。こんにちは。あなたは若者たちに絶大な支持を受ける桜大戦2に登場しています。このゲームが彼らに投げかけるメッセージは一体何ですか？はい、愛と勇気と団結心、そして最後まで諦めない闘志です。素晴らしい。私もセガサターンの CM を見た若者たちが、いずれは日本の将来を俺たちが背負って立つ、そう考えてくれてると確信しています。セガタさん、桜さん、はい、そしてリスナー諸君、共に叫ぼうじゃありませんか。セガサターンしよう。桜大戦2、君、死にたまうほど長い、知らん。絶賛発売中、セガサターン。テータに暗躍する悪漢たちに完全と立ち向かう赤い影。明るく元気で正しい心、少年レッドはテータの平和を守るため日夜戦い続けている。連続ラジオ活劇、少年レッド。桜の花もそのほとんどが散り、葉桜となってしまった。そんな春の宵、薄暗い路地、一人の少女が足早に歩いていた。困ったわ、琴のお稽古ですっかり遅くなってしまって。何、なんだか後ろから足音がつけてきているような。少女は後ろを振り返った。第1話、怪紳士 X、 さらわれた美少女の巻。振り返った少女の目の前に立っていたのは、見るからに凶悪な2人の男。なんですか、あなたたちは。俺たちはな、お前をさらうためにな。さらう？どうして？俺たちは理由なんかわからねえ。連れていたいが先で聞くんだな。そこにはな、帝都征服を狙う俺たちのボス、怪紳士 X 様がお待ちだ。怪紳士 X？ 帝都の闇の世界を支配する怪紳士 X、 その名は少女恐怖という名の縄でがんじがらめにしてしまった。ああ哀れ少女は。その時、蒸気エンジンの爆音が。待て待て、なんだお前は。邪魔するんじゃねえ。僕の名は少年レッドだ。デートの平和を乱す奴は少年レッドとこの赤いコルトが許さない。そうです、少年レッドがいずこからともなく現れたのです。ごしゃくな、やっちまえ。どうだ、お前たちの拳銃なんか怖くないぞ。くそ、とてもかなねえ。兄貴、娘を連れて逃げよう。助けて。あなたは天才科学者湯川博士のお嬢さんのマサエさん。
さては博士の新発明ガンマ爆弾を狙って卑怯だぞ、お嬢さんを盾にするなんて。うるせえ、こうすればコルトを撃つこともできやしねえだろうが。今のうちだ、逃げようぜ。よし少年レッド、動くな。動いたらこの娘の首をへし折るからね。わかった、行くがいい。レッドさん、少年レッドさん。待っていてくれマサエさん、君は僕が必ず助け出してみせる。行くぞ万能蒸気バイクレッドゴー、奴らからマサエさんを助け出すんだ。捕らわれた美少女湯川マサエを追ってやってきたのは芝浦の倉庫街。暗い海に波音だけが。人っ子一人いない真っ暗な倉庫街、やつらのアジトはこんなところにあるのか。おや、あの倉庫からかすかに光が。そうか、あそこだな。マサエさん、今助けますからね。音を立てないようにそっと。真っ暗な倉庫街にかすかな一畳の光。少年レッドは抜き足差し足その倉庫に向かったのであった。そんなこととはつゆ知らず。助けて少年レッド、あなたは今どこにいらっしゃるのです。必ず助けてください。あんな小僧に何ができるもんか。今頃どこか見当違いのところでうろちょろ探し回ってるさ。なんと倉庫最上部の窓に少年レッドの勇姿が。少年レッド、そう少年レッドだ。帝都の平和を乱す奴は少年レッドとこの黒いコルトが許さない。どうしてここが。誰にもわからないはずなのに。はっはっはっは。お前たちが立ち去るときに新型の無線発信機を投げて背中につけておいたのさ。なんだと、無線発信機。わあ兄貴、背中にカブトムシ型の これがその発信機とやらじゃ。その通り、その発信機は湯川博士が発明されたもの。まあ、お父様が。ええ、マサエさん、僕はあなたのお父さんが発明された発信機の音に誘われてここまで来たんです。あなたのお父さんはまさにまさに天才です。うれしい。おっと、喜ぶのはまだ早いぜ。なんと少年レッドの背後に手下の一人が近づいていたのである。こんなこともあろうかと手下を倉庫の周りに潜ませておいたのさ。さて、もうすぐ改心し X 様が来る頃だ。こいつのせいで手ごめにできなかったぜ。面倒だ、やっちまえ。いやいや、待て待て、こいつは湯川博士の情報に詳しそうだ。改心し X 様の前で吐かした方が。そうかな。あ、いや、褒美も増えるかもね。キャー、助けて。おめえはどうせ助からね。静かにしてね。よし、トイレット、動くな。動いたらその瞬間に撃ち殺してやる。卑怯だと。その声は、いよいよ現れたか。改心し X。 いかにも
私がテートの夜を揺るがす怪心師 X なのだ。やっと来てくれましたね、親方。バカ、親方じゃねえだろ。親分と呼べ、親分と。親分じゃない、ましてや親方とは。ボスと呼びなさい、ボスと。が、まあお前たちにしてはよくやった。湯川雅英城ばかりでなく少年レッド君まで捕らえるかな。なんだと？お前なんかに君呼ばわりされる少年レッドじゃない。呼び捨てで結構だ。そう一時立ちなさんな、少年レッド君。君は囚われの身なのだからね。悔しいが、お前の言う通りだ。今の僕は手も足も出ない。少年レッドさん、それじゃ諦めるというのですか？マサエさん、この状況でジタバタしても仕方がない。ほほう、さすがは少年レッド君、いい覚悟だ。ああ、ジタバタしてみっともない真似をするより、霧庭は潔くしたい。ああ、なんということ。少年レッドさんが諦めてしまわれるなんて。私は今ではすっかり流行らなくなってしまった武士道精神かね。武士道精神なんかより諦めずに戦われる少年レッドさんが私は好きなのに。マサエさん、終端場はそれぐらいにしておきたまえ。私は涙というやつが嫌いでね。それより少年レッド君、君は湯川雅英城をさらった私の狙いをどこまで分かっているのかね。雅英さんを人質に湯川博士の新発明ガンマー爆弾を手に入れようというのだろう。随分説明的なセリフだが、その通りだが、そればかりではないのだよ。そればかりではない。それじゃお父様がこの間から研究されていた物質瞬間移動装置。物質瞬間移動装置。ああ、なんということ。怪心師 X は物質瞬間移動装置まで手に入れようとしているのであった。物質瞬間移動装置だぜ。物質瞬間移動装置。兄貴、物質瞬間移動装置って何なんですか？バカ、物質瞬間移動装置ってのはな、それはその何なんです？親分。おっと、ボス。お前たちに分からんのも無理はない。それはな、英語でテレポーテーションさせる装置のことなんだ。テレポダメだ、余計わからなくなっちまった。つまりここにあるもの、人間も含めてだ、ここにあるものを全然別の場所の、とにかく大変な発明、世界中が震撼させられるような大発明なんだ。お前の狙いは分かった。な、何がおかしい？頭がおかしくなったか、少年レッド君。少年レッドさん。絶体絶命の危機。だがしかし、突然笑い出した少年レッド。果たして何がおかしいのであろうか。そして痛い気な少女湯川雅英の運命は。危うし少年レッド。戦え少年レッド。頑張れ僕らの少年レッド。瀬形三四郎おすすめ桜大戦2。このゲームを単なるアニメゲームと考えてる人はいませんか？冗談じゃない。やらずはわからぬこの面白さは、やらなければわかりません。ドラマチックアドベンチャー桜大戦2、君死にたもうことなかれ絶賛発売中。星5つ。
で、お便りをもう一度紹介したいと思います。大阪府の拓坊ひろきくんからいただきましたおはぎです。どうもこんばんは。さて、少年レッドのことで気づいたことがあるんですが、どうも少年レッドが赤影に似ているということと、レッドの歌が仮面ライダースーパーワンとバンドエールが歌っていたドラゴンズの歌に似ていた。いやー、まあかなり似ているという、かなり似ていますね。別にええけどな、なんせ夢の続きがめっちゃ良かったからな、という、まるでなんか今日の放送を先に知っていたかのような素晴らしいおはがきですね。どうもありがとうございます。もう今日はあの夢の続きもおかけすることができましたしね、花組全員総登場ということでですね、本当に贅沢な放送でしたね。花組の皆さんはですね、お忙しいので今日もお稽古があるということでもう帰ってしまわれました。最後のご挨拶もいただけなくても本当に残念でしたね。あ、でもあのさくらさんだけちょっとここにいらっしゃるので、さくらさんに今日の感想を聞いてみましょうか。さくらさん、いかがでしたか？あっという間の30分でしたね。本当にあの横山さんは早口で、あの私も見習おうと思います。そうでしょう、さくらさん、私を見習って頑張ってくださいね。さて、そんなこんなでお送りしてきました30分、そろそろお別れのお時間です。また来週からはレギュラー放送に戻ります。新宮寺さくらさんがお相手ということになりますので、お楽しみに。本日のお相手は横山ちさでした。またね、バイバイ。この番組はセガエンタープライゼス他がお送りしました。